一般財団法人関西企員は、囲碁の騎士を統括し、近畿を中心として、帰戦や囲碁普及などの活動を行う組織。日本企員から1950年に分離独立。2019年現在、138人の騎士が所属している。機関し、囲碁、関西を発行していた。なお、同じく、大阪府大阪市にある囲碁団体の関西総本部は、 日本棋院の関西支部であり、関西棋院とは別の組織である。本院は大阪府大阪市中央区北浜にあり、全棋士が本院所属である。事業活動として、プロ棋士の対局の実施運営、各種囲碁大会、囲碁セミナー、囲碁ツアーの実施。機関誌、囲碁、関西など、出版事業、免状の発行、囲碁サロン、囲碁教室、子供囲碁学園の経営。 イゴネット事業等、2010年現在48、48シバル所属騎士が各種タイトル戦に参加する場合、まず3段階の院内予選を行い、その勝者が日本議員所属騎士と混合の最終予選に出場することが多い。また、関西議員独自の棋戦として、関西議員第1位決定戦と 3K プロアマトーナメント戦がある。その一方、 本因坊戦最終予選の参加枠は4人に限られ、竜星戦、アゴン霧山杯、NEC カップ囲碁トーナメント戦についても、出場制限が課されている。日本金同様の陰性からの入団制度とは別に、特例で年長のアマ競合をプロ編入してきた歴史があり、陳義美栄、坂井秀幸、石井やカらに、プロ騎士への道を開いた。2009年からは、 研修騎士制度として、プロ編入試験を制度化し、2018年まで運用された。2018年からは、後継の制度として、外来騎士採用試験が導入されている。日本騎士設立から、昭和初期までの関西囲碁会は、主な騎士は日本騎士に参加し、関西支部が設立されていた。中心にいたのは、久保松勝清、高原伊太郎などで、 独自の大手合いも行っていたが、五段以上の商談は東京でなければ認められず、若手の高川角や田中不二雄をはじめ有力な騎士は東京の大手合いにも参加していた。終戦後は戦時中に宝塚に疎開していた橋本宇太郎を中心にまとまり、関西在住の騎士たちの待遇面での地位向上を目指した。1947年には、 空襲で焼けた日本金会館の復興のために、全騎士による募金活動が行われ、関西支部には計50万円の目標が課せられたが、関西でも資金が必要であることから、募金の半分を東京に送ることにして、募金を行った。その結果100万円が集まったが、全額を関西で使おうという意見が、騎士や講演者で強まり、関西の会館の建物を買い、 財団法人関西企員として財務上は独立した組織となった。関西企員が法人として独立した後も日本企員との関係はそれまでとは変わりなかった。1950年には日本企員と関西企員の12人ずつの選手による東西対抗戦及び東西対抗勝ち抜き戦が行われ人気を博す。同年代後期本因坊戦で橋本宇太郎が 本因坊位を獲得するが、その周囲式席上で日本棋院、津島敏一総裁が、これまで2年で一期だった本因坊戦を1年一期に改めると述べた。本因坊当人に相談もなく、決められたことで、関西棋院の内部は独立派が生まれて、協調派と分かれ、多数となった独立派により、同年9月に免状発行権を持った組織として独立が宣言される。 協調派の騎士は日本棋院関西総本部を設立した。翌年の第6期本因坊戦では日本棋院新鋭の期待株、坂田坂尾が挑戦権を得た。この7番勝負で橋本は坂田に1勝3敗に追い込まれたが、そこから3連勝して本因坊を防衛。もしこの勝負に橋本が敗れていたら関西棋院は発足直後に解散に、 追い込まれていただろうとも言われている。また1958年に日本棋院東海本部が中部総本部に再編成した際に、伊上はじめ、植松博士清志らが離脱して、名古屋市に関西棋院中部総本部を設立した。この後、橋本宇太郎と橋本昭治の両橋本が関西棋院の二枚看板となり、十段、王座のタイトルを奪うなど活躍した。 1962年には、名人戦リーグに10名中4名、本因坊リーグにも8名中3名の関西、起因所属騎士が参加、第1期、第2期の10段の座を、橋本宇太郎と、半田道元の関西勢同士が争うなど、大いに規制を上げた。橋本少子は、組織存続のため、日本起因との戦いは、死活問題だったと語る。しかし、 日本棋院との緊張関係が緩和に向かった上、独立によって日本棋院所属棋士との対局機会が減少したこともあり、所属棋士の活躍は次第に目立たなくなった。7大タイトル保持者も1981年の橋本正治以降、長らく出現しなかった。3大タイトルリーグ在籍者もゼロの年が目立ち始め、特に本因坊リーグへは2000年度以降、 2009年度まで参加がなかった。しかし2010年になり、坂井秀幸が五星のタイトルを奪取すると、結城里氏も天元位を獲得して、これに続いた。若手の瀬戸大輝村川大輔らの活躍もあり、関西棋院は久々に、かつての勢いを取り戻しつつある。2012年の第68期、本因坊リーグは8名中3名、2013年の 第38期名人戦リーグも9名中3名を関西起因勢が占めた。中部総本部には一時は20名を超える騎士が所属したが、2010年3月末をもって閉鎖された。2012年4月1日、法人制度改革に伴い、公益法人より活動の制約が少ない一般財団法人となった。日本起因との再統合も何度か話題に上っているが、 両院の段位の調整、財政問題などがネックとなり、未だに実現していない。全日本囲碁連合結成に参加するなど、そのあり方の模索が続いている。1973年に関西金賞を創設し、最優秀騎士賞、李先賞、同現賞、新人賞を設ける。1981年からは、連賞賞。1992年には、長井賞。 山野省、2007年には、吉田省を設けた、関西近騎士の7大棋戦での成績を示す。なお、7大棋戦の総数は1952年まで、本因坊戦のみの1棋戦、1953年に2棋戦、1962年に4棋戦、1975年に5棋戦、1976年に6棋戦、1977年に、 7期戦である。詳細は、以後のタイトル在社一覧を参照。色付きは、タイトル獲得。他、総勢138名団員の記載がある人物は、関西棋院所属棋士。雨向け後の試験プロに勝てば以後棋士に、関西棋院。朝日新聞。2019年2月18日へ閲覧。外来棋士採用試験規定。関西棋院。 2019年2月18日へ閲覧。関西の若手対等の兆し、成功到底の囲碁会に、旋風、ゴワールド2010年5月号、一般財団法人に、関西起因が移行、関西起因所属起死。関西起因。2019年2月18日へ閲覧。関西起因が移用。関西起因。2019年2月18日へ閲覧。ありがとうございます。